金正日氏、要するに除外して話しとるけれども、それは金正日氏が過去独裁政権の下でその総理をやった人だと。そういえばチョンドゥアン氏は金正日氏よりもっと問題になるんです。また金正日とチョンドゥアン氏と二人除いたら金正三氏と私と対話するようなもんで、対話というのは政治的立場が違う人でもいくらでもできます。アメリカとソ連が対話しとるでしょう。第二次大戦の時にヒトラーと戦うためには、日本と戦うためには、ソ連とアメリカはいくらでも協力しました。だから民主回復のために対話するんであって、それが必ずしも金正日とかチョンドゥアン氏が私たちと同じ同志だという意味ではないんです。政府の方も対話はね、我々にだけそこがいいんじゃないですよ。対話した方が政府にもいいんですよ。安定がある。そうして、安定があってこそ南北対話も成功するし、オリンピックも成功するんですよ。何よりもチョンドゥアン氏が我々と和解して、そして、その政権を取るときはああいうふうに非常に良くない態度を取ったけれども、政権を渡すときにはもっとその国民が納得する態度で渡せば、チョンドゥアン氏とその政権関係の人の将来も良いんですよ。だから対話は決して私たち一方の利益のために言っておりないです。相互利益です。それで嫌だったら仕方ないです。その代わり事態は悪化します。